バックスイングで、いろいろ基本がありますが、今日は体の感じです。バックスイングをするとき、テイクバックからバックスイングにこう入るときに、しっかりと股関節に、右股関節が入って、しっかりとバックスイングに入っていく段階で、こっちの左足がすごく軽く感じるようなイメージというか、軽く感じるバックスイングを行えると、バックスイングにスムーズに入っていきます。左足を踏ん張っていくと体が回らず、楽に上体を回すことができませんので、右股関節をしっかり入れたことによって、左足が軽いような感覚があると、正しいテイクバック